出し試合ですねこれ。あいやいやジャンピングにから今度はなんですか。頭もう一度レオフルフテープジャンピングに2連発対角線に振った。バリータの方もどうなんでしょう。スタミナで、スタミナが切れてきたのか。ちょっと2人も相当スタミナが来ていると思います。あと2分になってしまいましたね。共に攻め合ってますね。攻め合うんでるような印象がありますけれども、ドロップキック、共にドロップキック非常にいい破壊力あるんですけれども、やはりフィニッシュフォームとなるとどうなんでしょうね。この一発でスリーカウントを奪えるほどのもの、うん、でもフォールにはつながると思いますよ、うん、タイミング要はこの2人が狙っている、はい、お互いに狙っているのはフォールですから、はいはい、あの抑えた後の潰し方っていうんですか。これフォールですね。あの蹴り上げて、あワンも入りませんよ。肩抜きますよね、まずは、あでもそれを強引に、体返そうとしてますね。あもうもう回りましたね、大丈夫ですね。完全にアマレスの攻防であります。バックの取り合いか。しかし、お首を傾けるか。体を入れ替えた。残り試合時間1分。あっという間に来た。これ時間切れの場合は、このトーナメント立ち上がりはどういう体勢になるんでしょうかね。おっと、張り手張り手張り手。おー、ここへ来て。試合の様相が一転してきたか。残り1分のコールを聞いて闘争心に火がついたか。ちょっとぼーっとしちゃったかな。残り試合時間30秒。30秒、なんとかホールに行かないとこれは間に合わないぞ。さあアサリ何があるのか。ロンダーのキックだ。ロンダーのキック20秒。残り20秒。さあアサリ何があるか、何があるのか。ホールでしょうね。ホールいきましたね。おっと完全に抑え込んで10秒。しかしタイム戻ってますね。体を入れ替えて残り10秒。ちょっとこれは決着が難しいか。ロープに振っている時間はすごい。ドロップキックだ。あ消耗しましたね。これは20分くらい時間切れってわけでございます。いやそれにしても玉田のドロップキック十分見せましたね。これやはり最後も一発見事にヒットしましたけれども、やはりスリーカウントまでには至りませんでした。玉田またこのホールの取り合いを見てますと、はい、この戦い方が非常に重いものですよね、はい。まあ、見応えがあった20分というこの今日の第一試合だったわけですけれども、さてこれによって全日本王座の行方というのはですねちょっと微妙になってきましたけれども、まあ、どうなんでしょう。発表がある。5分延長戦を行います。おっと決着つけるでしょうか。決着がつかない場合は判定となります。判定ですか。なるほど、5分の延長そして判定ということで、これは共に随分消耗してますんでね。この5分でこれでちょっと仕掛けていくのか。20分がの後ですね、延長の声を聞いたときに浅利が締めたって顔しましたね。うん、そうですか。玉田の方は あという顔しましたよね。この辺がね、この辺が浅利にならなければと思います。おそらくそうですね、この先制攻撃を見て分かるように、はい、浅利の方は勝負に対して貪欲なものを持っているということですよね。玉田これかなり消耗してますね。あーとしかしワンで返していく、今フォール持ってかれたところでワンに返ったというところじゃないですか。このフォールに対するですね執念、玉田選手すごい強いですから、はい、アマレス非常に得意な選手ですからね、うん、この5分を延長か延長戦がどちらに相当遠くかと思いますね。泣きベスト玉田って呼びましょうか、ね、おっとこれもすごい魅力ありますね、そういうところね。いやいや、これ助走しなくてもこれすごい、かなり、あその場で、あそこれはすごい、ものすごいジャンプ力だ、玉田。いや、計り知れないバレーですよ。あすごい、あ
いやいや今もうおーというね、これがドロップキックですって感じですよね。はい、もう先ほど、まあ、冒頭にね斉藤さん言われたようにドロップキック1本で、受けちゃうそうですね、というような気がします。はい、これは逆に行ってほしいという気もしてきましたけども、ちょっと辛そうですね今ね。20分戦うことでもう本当にあの時点でスタミナ使い果たしてるはずなんですよね。今もうなんか未知のところに来てるんじゃないですか。はい、まあ、それだけにこれはもう自分をより一層ね開拓していく意味ではパワーにとっても勉強ですよね。おでもうこれでもうギブアップと取れるまでもうやろうというね、ボストンクラブ中央逆指握り続けるってどうでしょう。うん、としてはもういやあアパリータちょっと歯から血が出てます。あ、くるっと返ってしまった1回転。いやそれにしてもきついですよこれ。勝ちおっとスライディングキックなりふり構わないという攻撃の仕方になってますよね。これしかないというねそんな記憶がこちらまで伝わってくる感じがします。玉田顎の先端ですね。はい、今日何発打ちましたかね玉田のドロップキック。あれですね、数えておけば楽しかったですね、ここであの小という字を書いてですね数えておけばよかったですね。ああ今抑え込んだ瞬間ブリッジで返しましたね。すごいですねブリッジが。こちらも返していく。残り試合時間2分あとどうやら判定という可能性もこれ出てきましたよ。判定となるとこれ難しい問題あのフォームに行った感じじゃないですかそれは。なるほど、ええ、もうアマレスというポイントただ、まあ、プロフェッショナルレスリングですから、はい、ドロップキックの数とかも本当はゴールしてほしいです、ね、そうですよね。さあそのあたりどういったところに最低の基準が持たれるというのも興味深いところであります。そうですね、非常に興味深いですね。はい、あっとしかし今もね非常に上手ですね。あそれでも今体重斜めにかけてますから、はい、まあ、お互いどうやらカウント2入れさせてないですよね。ここまでね全て1で返している。また一発蹴られれば一発返しますしね、非常にこれは残り試合時間1分消耗してますね。アサリもチャンスだったかなという気はしますけども、おっとアサリがネックブリッジで返していくか。しかしドロップキックは玉田、アサリもグロッキー場内からアサリコールか。抱え上げてあと一発逆転、まず今度がカウント2。残り試合時間30秒、カウント2でハラハラしますね。はい、残り時間また30秒、5分の延長したんですけれども残り時間がない。あ20秒、あこれはアサリもよく見ていた。2人ともこれはかなり消耗しています。最後の技になるのかドロップキック。10秒、すぐにホールに行った。2ポイントかどうか。あーっとブリッジで返す、ブリッジで返す、強引に強引に。あーここでゴング、あー力入りましたね。いやいや最後の抑え込みの攻防、はい、見応えありましたよ。レフリーの判定となります。今どっち今あのレフリー の, あのバット吉永と国松マネージャーが、はいはい、話してますしね。どうなんでしょうか。あ今ねうつ伏せにがっくり来ている玉田、青コーナーでは今じっくりと再生を待とうという。玉田勝ったですね。こちらに判定により玉田理恵選手の勝利でございます。いやいやいや玉田ですか。うーん、コトクサとリングを後にしたタバリータもちょっと印象的でしたけれども、うーん、どうなんでしょうかタバリータの新旧新中はね。いやそれにしても玉田、ああ泣いてますよ。玉田理恵選手は5月4日戸田で伊藤薫選手の決勝戦を行います。いやなんか笑い泣きそうな試合ですね。